はじめます。おはようございます。おはようございます。まあまあ。なんやこれ。まあまあまあ。なんすかこれ。こちらへどうぞ。こちら。こちらへどうぞ。どうもこうこでーす。なんですかこれいきなり。いやいやいや。俺朝来てまだ2分ぐらいしか経ってない。なんですかこれ。え今日はね。はいはい。切りますよ。はい。今日は切りますよ。何を切る？伸びすぎなんですよ。何が？いつまで伸ばすんですか髪の毛。いやちょっと伸ばしとんの、もうちょっと長くしていこうかなって。私が嫌いなんは、はい、ピーマンと中年のロン毛。なやねん、いやないかお前。ということでですね、はい、今日はちょっと私おすすめの、はい、ヘアスタイルがあるんで、ちょっとそれでね短くバッサリちょっと変えていこうかなと思うんですけど。そうなんですか。はい。そんなことあります？え、どんなことですか？一切切るつもりないのに朝来ていきなり髪を切られる。そんなことあります？いっぱいドッキリ仕掛けられたんでね、これぐらいですわかりました。はい、では早速、はい、切っていきたいと思います。今日はどんな髪型にするんですか？今日はですね、はい、ちょっとオールバックに、オールバックスタイルに、おお、挑戦したいんで。へえ、新しい日産が、はい、オールバック。まあ俺顔ちっちゃいから、はい、オールバックとか似合うと思うんですよ。そうですよね。なんか俺ら顔ちっちゃいグループ。ツーブロックから行きたいと思います。後ろもちょっと刈り上げるんですけど、はい、うんうん、後ろは前回前下がりマッシュにした時は、うん、はい、結構前下がりのラインを作るために上の位置まで刈り上げてちょっと薄くしてたんですけど、はい、今回はちょっと厚めに、厚めに、はい、あ、そうなんですね、はい、なるほど、がっつり行き過ぎない感じで。そうですね、今日はそんな感じで、サイドの長さは、そう、サイドは、うん、オールバックにした時に、はい、この2ブロックが結構がっつり見えるような感じでやっていきたいんで、うん、はい、まあ、あんまり短くしすぎると、うん、すごいこう落ちやすくなってしまうと思うんで、うんうん、はい、まあ、後ろに流して見えるぐらいなんで、結構でも 4,5 センチぐらいは切ろうかな。結構短く、はい、そうですね、トップもそれぐらい短くしていきたいと思います。前の時は前髪ちょっと長めでしたもんね。あ、そう、だいぶ長かったですよね、うんうん、前下がりやったらほとんど前髪は切ってない感じだったんで。トップはトップもだいぶ長いですもんね今。そうですね、うん、ほとんど段入れてなかったんで前回も、うん、センチぐらいは。おお、ね、前髪の方を長くとか後ろの方を長くとかありますか？ね、
後ろに流すんで、うん、前はちょっと長めに、うんうん、こういう感じでこういうラインとかね、でやっていきたいと思います。わかりました。では、はい、今一通りあのベースカットがちょっと終わったんで、はい、セリングで結構ついていきたいなと思います。わかりました。で まだちょっと短くてもいいかなと思うんですけど、うんうんうん、セリングを結構今日入れていきたいんで、はい、そうすると、はい、多分あの長さも結構すっきりしてくるかなと思うんで、そうですね、今日はそうですね、セリングであとは調節していきます。で横も2段に分けたんですけど、はい、下は割とそのアウトラインが作られてるところだと思うので、はい、ちょっと中間から毛先中心で、はい、アウトラインは中間から毛先中心で、はい、でまあトップも、うんうん、でもそんなに根元から入れすぎないように、はい、横は2ブロックが入ってるんで、はい、そんなにこうがっつり根元からすかなくてもいいかなっていう考え、うんうんうん、そうですね。後ろは割とあの中間は根元からついてます、はい、ドライが終了したんで、はい、これでちょっとセリングもう一回入れていきたいと思います、はい、ドライカットします。ふわっとしましたね。西さん癖がいいですよね。いい感じですよね。ね、特にオイルバック、ストレートよりもちょっとね、癖があった方が結構ね、どんな髪型でもなんかできるんですよ、はい、この癖って。いやいや、西さんが似合っちゃうんですよ。お前らと一緒に顔がちっちゃい。はい。こちらのボリュームもだいぶこうタイトめな感じですかね。コンパクトになって。そうですね。トリマーで最後、はい、整えます。
日産コーコア、インスタやってます。概要欄からチェックしてみてください。フォローしたらいいことあるかも。サブチャンネルバックルームもよろしくね。